この再認識をします。で、あの、さっき言った旅行会社にってみい。えっ、ー、と、次期、どちらあかないっすね。昔の名前忘れちゃった。うん、えっと、日本通徹の。はい、次は海運株の状況解説していきたいと思います。まあ、きょちょ、ちょっとね、 川崎規制は上がったんですけどね、他の優先系というか、その海運株関連が全般的に今日軟調だったんですよね。まあ、グロース株が上がった関係で、まあ、後輩と利回り銘柄とか、利回りよりも値上がりっていうところをね、ちょっと重視する動きが出てきたんですけど、なので、現状の海運株がどういった状態なのかっていう分析ライブを今から特化でね、ちょっと短い時間なんですけど、していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。 というわけで、まずはですね、全体的にその優先株の動きを見ていきましょう。で、まず日本優勢ですね。優先。優先。はい。ストキャスティックスは加熱気味のラインまで上昇。RSI。ここも上げてきていて、今頭を押さえられているラインは、パッと見わかりますよね。 ここ。ここのラインを抜き切れてないんですね。抜けたと思ったら、ちょっとまだ下がっちゃったんですよね。あと、ここね。こっちにしときましょうか。ワンチャンこっちもね、なんか意識されしそうな気する。ここのラインにしときましょうか。とりあえずね。1点、2点、3点、4点が一致するので、今、ここのその、 抵抗ラインの密集ラインにぶつかったんですよ。で、そこで一旦弾き返されてる。で、ストキャスティックスはこういった形の動きをしてくればいいんでしょうけど、今のところやっぱし、ここのね、高値ラインね、ヘッドショルダーの高値ラインまで上がって一旦頭を抑えられている。で、目先上の方に一目の影のライン、この緑のラインが存在しているので、ここをね、抜けることができなかったんですよね。 で、まだこれ一応バンドオークです。バンドオーク。ただ、ちょっとね、やっぱストキャンが加熱気味っていうところがね、気になりますよね。貼り付けばいいんでしょうけど、こういった形で。貼り付けば。貼り付いたら、まあこういったね、形で RSI の切り上げっていうところをより重視してみてなければいけないんですけどね。まあ信用改ざんで、信用取引で買ってる人も多いので、そこでしょうね。問題が。今頭を押さえられてるラインは、ちょっとここの、 すんですけどここですフィボナッチの78.6%戻しのラインで頭を押さえられてしまってるんですよということはどういった目線でやるかにもよるんですけど短期だったら一部ここで利確とか全体的なところを見しててもらった方がいいかもわからんですね で、あと、川崎規制。まあ、ここはね、かなり強いんだけどね。で、ここも、フィボナッチのここの161.8%戻しのラインですよね。もう一回、ラインを引き直しましょう。で、ここのヘッダーのショルダー否定されたので、消しとくんですけど、ここの高値、安値を結んだ、フィボナッチのラインですね。161.8%戻しのラインで、一旦、頭を抑えられてるんですね。で、一目の上限、この赤のラインも、終わり値ベースで抜けてるんですよ、今。なんで、トレンドはさっきの日本優勢よりも強いです。 もうここ抜けたから一気にね、バンバンって強いです。ただし、ストキャスティックスは加熱気味、RSI も加熱気味っていうことを考えると、結構やっぱし一旦調整しなくちゃいけないぐらいまで来てるのかなって気はします。もう大体やっぱし加熱気味のラインまで突入したら、一旦ね、頭を抑えられてますからね。毎回毎回。そういったことを考えるならば、でも大そばだったら申し訳ないですけど、とりあえずバンドーク、 なんで、日柄調整が入るまで様子見です。とりあえず、バンドオーク、日柄調整が入るまで様子見。で、ここのラインを抜けたっていうことだったら、次のラインはこっちに変更。やっぱしね、61.8%戻したらいいですね。 黄金比率。高値から安値の半値戻しはここで、そこを昨日時点で超えていたと。で、今回61.8%戻しのここのラインまで上がったんですよ。で、ここまではね、やっぱりその反発するっていうのは、あの、上がってきた場合は考えられるんです。27160円。で、ここのラインを抜けてくるかどうかが重要になっています。ターニングポイントです、今。よくあるのが、ここで頭を押さえられてまた下がるパターン。 で、ここを一気に抜けていくパターン。どっちかなんですよ。61.8%戻してラインにタッチしたら。なので、明日、明後日、まあ、今週、来週ぐらいは結構重要な局面です。上に抜けてくるようならば、まあ、ここの高値を目指すような動き方。ただし、ここで頭を押さえられて慣れてくるようだったら、ちょっとね、あの、問題なんで、まあ、急ピッチに上がってましたから、そこを見ておいてください。で、戦密井。 ここもそういうことだったら同じだと思います。見なくちゃいけないところは。ね。えー、と、高値から安値のキボナッチ161.8%がここ。8600円ぐらい。じゃあ、あド高値からこ,こはどうなるかというと、ここは半値戻しなんですね。半値戻し。で、61.8%戻しが8540です。8540。 ここあたりにタッチしたら、またちょっと売り圧力出るかもわからないんで、そこ注目。そこ注目。で、ラインも RSI 加熱気味ですもんね。RSI がね、やっぱ加熱気味のライン入ったらね、あの、こうなることは珍しいからね。海運株はもうすでにその、結構お腹いっぱいで買われてるわけじゃないですか。もっと買いの手入ってくるかもわかんないけど、目先の動き方言ったらですね。うん、PBR も1.10倍ですもんね、小生密輸は。ハイトリマリ9.98%バカ高い。ただ信用改ざんが400万株超えてる。精度がね、精度が。 一般で買ってないですよ。期日がある方で、結構こう、買いの手が入ってるから、あれだよね。とりあえず、この8540にタッチしてくることをちょっと視野に入れて、そこから見てやっていけばいいのかなと思いますね。で、バルチック海用指数も一応ね、今切り上がってるからね。これあの、バルチック海用指数ですね。あの、買用株売買,い買いするときはこ必ず見ないといけないんですけど、ここの青のライン、今切り上がってるんですよ。200日と5日移動がゴールデンクロス組みそうになってるので、 おそらくもうちょっと上の方にスライドしてくると思います。ということは、海運株の勢いはまだ衰えてはいないと思うんですね。ここの、ここが上がってくるってなってくると、ここが上がってくるってなってくると。とりあえず、日本優先をちょっともう一回。 ライン引かせてほしい。ボーナなツのラインでしょ ?38.2% 戻した水準かね。マーケット全体が上がってくるんだったら、3月に向けての動買いの動きっていうのも入ってくると思うし、変異株が大したことないと分かったら下げそうじゃないですか。うん、それはあるね。もうそこがやっぱその影響してからこう、上がってき、上がってたわけなんで、オミクロンのやつで、またその、ね、買い運指揮が、もうちょっと良い状況が続くんじゃないかってことで上がっていた、上がっていましたからね。 うん、それがやっぱし、その、大したことないっていうことになってくると、ちょっとだれてくるかもわからない。だから、フィボナッチのラインですね、フィボナッチの。商船密井に関して、商船密井と、日本優先もそうだし、川崎汽船もそうでしょフィボナッチのこれも、ね、61.8%戻しのラインで頭打ってるわけなんで、このあたりだよね。そうですね、結構ボラあるからね、国口投資家さんね。うん、結構ボラあるからあれなんだよね。とりあえず、まだバンドーク中なので、もう少し見たい。日柄調整が入ってくるようだったら、 あの、目先 RSI も加熱気味のライン達してるっていうところを考えると、受給もそ、あの、決して悪く、良くはないっていうことを考えると、少し慣れてくるかもわかんない。戻り売り出やすいですからね。で、もう一つ考えられるケースは、ここの窓を埋めてから下がっていくっていうパターン。もし、ここを抜けてくると、窓を埋めの後の下落っていうところも意識しないといけないから、短期的なところで言うとですね。そこあたり見ながらでいいかなと思う。でもその3月、やっぱしまた配当取りの月になるんで、 そこなんですよね。そこに向かってやっぱし今上がってるわけじゃないですか。ここもそうでしょまあ、ここあたりで確か動き出したと思うんですけど、決算の時増配発表して、8月からなんですよ。8月、9月の1ヶ月、2ヶ月間でこう上がってるんですよ。2ヶ月間で。通常だったら、やっぱその、2月ぐらいなんですね。高値取ったのが、これ9月の27日でしょこれ、あの、だから半年期日が9月の27だから、10、11、12。 1,2,3,3月なんですよ。配当月に、配当前に、配当取り前に、期日が来るんですよ。ということはだ、ね、よ、おそらく、配当、配当までは取りに来ると思う、みんな。売らずに。しこってても。で、配当を取った瞬間に、売りが入ってくる可能性がある。期日だから。ちょうどその半年ごと、その配当取りの3月がね、高値掴みしてる人たち、ここで買ってる人たちは、だから、あの、配当の時に、 期日が来るんですよ、ちょうど。配当前ぐらいに。それ考えると、どうかなって気はする。<laughs> うん。どうかなって気はする。うん。配当席ちょっと怖いね。ギリギリこう、ね、落ちたところで、ここあたりで買ってる人たちもいるでしょうね。まあ、あの、ここ、もうここあたりしかね、あの、損していないからね、今。ここまでしか。あれなんですけど、ただ、信用解散めちゃくちゃ入ってるわけじゃないですか。まあ、ここあたりで買ってる人もいるから、ここあたりはもう利益なんですけどね、全部ね。だから残りのここの分だけですよね、ここ。出来高見ると、 やっぱ結構その、入っているわけなんですね。だから早い段階でここ脱会して、あのー、配当は、まあ、またとりあえずその配当ご、ホイト落ち前には下がると思います。3末、3末までには下がる。3末前には下がると思う、また。うん、そんな感じですね。はい。なので、また動きがあったら、まあ、とりあえずそんな感じです。ま、皆さん。あの、海運株に関しては、あの、ちょっと目先気をつけておかないといけないのは、フィボナスのラインと RSI が加熱気味のラインまで来てるっていうところ。あとは、高値期日ですね。あの、ちょうどその決算、 あの、この前の配当取りの2、3日ぐらい前から、あの、海運株は大きく全部暴落したんですよ。だいぶ、あの、回したから覚えてるんですけど、僕もね。うん。だから、そのタイミングで、またちょっと次、ュースが来るとこあるから、下がってくるかもわからんのですね。なので、しっかりとそこあたりを意識しつつ、一応目標株価レーティングは上がってますからね、全般的にね。うん。三菱、モルガンも上げてるでしょで、野村と確か野村とかあそこあたりも上げてたと思うんですよ。あ、ちょっと、 レーティングつけた会社忘れちゃったんですけど、レーティング上がってるんでね、あとはもうタイミング次第かなって気はします。あと需給が悪化しているところ、まあ、そこを気をつけて、今言ったポイントを抑えつつ、明日以降はトレードしてください。とりあえずバンドオークなんで日柄調整がもうちょっと入ってくれたら、入ってきたら、ちょっと目先短期的な下落が入ってくるかもしれないってことを意識しつつ、トレードしてください。はい、そんな感じですね。